ラボー番屋でございます。ふらげ方とか何いる？お花が浮いてる。はい、テイク2、ホタリオ行直営番屋です。ちょっと言いづらいですね。ほらね、本館入り口。うわ、ジェラートかき氷ある。お土産直営。海鮮丼本日サラダ。うわー、息がいいね。息が良すぎる。こういうんですか。で、本日のおすすめはアジフライ、天ぷら、さんが焼き。さんが焼きってなんだ。頼んだメニューです。で、私が頼んだメニュー、これ頼んだ瞬間グランマの顔がこわばって怖かったです。いただきます。お、危なっ。いただきます。やばい、大好きなサーモンいっちゃうよ。ぶりが重くて持てない。豪華エビいっちゃうよ。いくら、これなんだろう、貝かな。ちょっと食べたことないかも私。あ、めっちゃコリコリしてる。なんだろう、貝かな。はい、続いて。汁物飲みます。アオサかな、アオサの味噌汁。唐辛子入れるとさらに美味しいかも。ほいで、なんかめくると卵が出てきた。卵美味しいよ。これがアナゴなんだ。アナゴいただきます。おー、長いよ。結構私的には大事なガリの味。ガリはどうかな。うん、食べやすいね。そんなに辛みがなくていける。というわけでね、さっきアジフライ定食食べた1時間後にはもうあのさっきの海鮮丼を食べました。すごくお腹いっぱい。